はい、ということで、こんばんは。ここは安万岳というところに来てるんですけど、トイレがあるんですけど、僕らが思ってた形じゃなくて、なんか、ちょっと落としてもらう？工事とか、ある時に設置をするトイレに、俺の記憶上ちょっと変わってんだよね。もともと公衆電話？公衆電話じゃねえ。公衆トイレ。ぽかったんだけど、あれやったかな。今回はそもそもそのトイレで検証したくて来たのさ。あんなところで、まあ、検証しても面白くないので、ちょっと今回は定点のデータだけ取って、後日この参道を検証しに行こうと。で、なんで今日参道の検証をしないのかというと、ロケハンに来たんですけども、本当1年以上前なんだよね、あれね。そうですね、なので状況がわからないから、基本的に事故とかを防止するためにロケハンはどこの場所でも確実にすんのよ。なのでちょっと今回は写真とかもいろいろ撮って、データを撮って、で後日ロケハン終わらせて、また検証を。何の音ですかね、今の。今なんかゴサッとした。すごい音しましたよね。なんか、でも何もいないよね。いや、見た感じいないですけど。いないよね。だってね、見通し今明るいから見えやすいもんね。で、なんかいたらわかるし。早速ですか。昼間のロケ。なんだろう。今回、我々は安万岳に来てるんですよね。結構そのマイナーな心霊スポットではあるみたいなんですけど、もともとキリシタンとかそういう歴史のある場所で、この林道に地帯が積まれていたりとか、あとは落ち武者が追いかけてきたりとかするみたいです。でも昼間でもちょっと不気味じゃないです？さっきもなんか落としたし。やっぱりその曰くの話ですけど、落ち武者に追いかけられるっていう話があるじゃないですか。で、さっきみたいに一番最初にすごい音したじゃないですか、ああいう風な音が聞こえたら、もちろんその姿とか落ち武者の姿とかは見えなくても、追いかけられているような感覚とかにはなったりすると思うんですよ。びっくりしますね。こういう音が夜になった時が一番怖いんですよね。逃げようと思っても、もう真っ暗だから、まっすぐでも分かりにくいですもんね、これだったら。ちょっと不安にはなりますよね。そういう体験談とか、昼に起きたんですかね。ああ、どうなんだろうね。夜だったら本当見えないから。人通らないですよね。そうなんですよ。そもそも、なんだろう、こういう登山道みたいなところって、自分たちみたいな心霊系 YouTuber とかじゃない限り来ないと思うんですよね。わざわざその夜に来てここを登ろうっていう気には自分はならないので、普通に来た時には。でも昼間にそういう体験があったらなおさら怖くないですか？夜になったら何が起こるのかっていうのはちょっと思いますよ。なんだろう、あれ。なんか覆われてますね。石碑なのかな。傷つけないように保護してるのかな。ただここ本当にさっきから周りで音すごいんですよね。
で、そっちの方向を見ても何かいるとかそういうわけでもないんですよ。いや本当に至る所から聞こえてくるんですよね。うん、結構頻繁に。これこの音とかで夜不安感やばいでしょうね。かなりね、なんかかなりちょっと怖くなるかもしれない。なんかだんだん狭くなってきて、狭くなってきてるっていうか囲まれてる感じがする感覚ですけど、すごい木があの歩道の方に寄ってきてるような気がするんですよ。もうなんかもう覆われてるみたいな、うん、さっきまで余裕があった道がどんどん木に圧迫されてるような感じはしますね。原付き、なんでこんなとこあるんでしょうね。結構綺麗には見える。放置してる感じですかね。いやまあそうでしょうね、これは。うん、変な感じやね。どこまで下階段だったんでしょう。うん。ここまで下から引いてきたってことですか。だってね、走らないでしょ。うん、なんでそしてここに残してたのかな。うん、なんだ。危ないから入って。危ないから入ってはいけません。尊敬者以外立ち入り禁止ってなってるんで。工事ですか。行くのは右側ですけど。行くならこっち。なんでしょうね。こっちの方はなんか綺麗よね。うん。まあ、入っちゃいけないから、まあ、もう一つの方で。なんだ、なんかある。ネックウォーマーですかね。なんで落ちてるの。なんだろう。うん、ネックウォーマーです。これはまあ落とし物が多いんですかね。なんか。なんか前に1回目来た時は、また音がしだしました。よいしょ。ああ、びっくりした。今のは鳥。鳥でしたね。夜に聞いたらめっちゃビビれたもん。うん、昼までこんなことにしてた。なんか石垣みたいなの見えてきましたね。石垣かな、うん、なんか見えるね。あ、灯籠だ。見えますかね。見える。鳥居ですね、うん、ありました。だいぶ登ったよね。もう40分ぐらいは経ってると思います。ここ自体が結構広場みたいな感じになってるんですよね、うん、なんで、ま、鳥居の方は後に触れるとして、ちょっと周りの方もだいぶ気になるので、そっちの方から先に見ていきませんか。わかった。通路が2つありますよね、うん、完全にこっちとの。なんか行きそうな感じ。ストーブですね。不法投棄やね。ストーブと机と。なんか看板がある。安満岳頂上まで 0.25km。だからまあ登山道でもあるのかな、こっち側。あっちの方がちょっと綺麗に見えたよね。あっちはなんか今度窓ガラスみたいに捨てられてるんですよね。なんかあるよね。捨てられてる。ああ、でもこっ
っちもだいぶ荒れてるな。荒れてる。倒木とかが奥すごいですよ。うん。行けるかなって思ったけど、それこ、うん、それこそ倒木で通れない。うん、途中までしか行けないね。そしてこの中窓ガラス。